ただいま、戦線の武装直が間髪せられました。精鋭なる帝国陸海軍は、今や決死の戦いを行いつつあります。東亜全局の兵は、これを念願する帝国のあらゆる努力にもかかわらず、ついに決裂のやむなきに至ったのであります。本来、政府はあらゆる手段を尽くし、対米国交調整の成立に努力してまいりましたが、彼は従来の主張を一歩も譲らざるのみならず、かえって英蘭氏と連合をして、ちなより我が陸海軍の無条件全面撤兵、南京政府の否認、日独伊三国条約の破棄を要求し、帝国の一方的譲歩を強要してまいりました。これに対し、帝国はあくまで平和的妥結の努力を続けましたが、米国は何ら反省の色を示さず、今日に至りました。もし帝国にして彼らの強要に屈辱せんか、帝国の権威を失墜し、しな事変の完遂を着せざるのみならず、ついには帝国の存立をも期待に陥らしむる結果となるのであります。ことここに至りましては、帝国は現下の帰国を打開し、自尊自衛を全うするため、断固として立ち上がるのやむなきに至ったのであります。今、戦線の最上を廃しまし、強く感激に耐えませんか。私は、不祥なりといえども、一心を捧げて、決死報告、ただただ、真剣を休んで立てまつらんとの念願のみであります。国民諸君も、また、己神を顧みず、主君の見立てたるの光栄を同じをされるものと信ずるものであります。およそ勝利の要決は、一層の信念を堅持することであります。建国2600年、我らは未だかつて戦いに敗れたことを知りません。この史跡の開古こそ、いかなる強敵をも破壊するの確信を生ずるものであります。我らは好機ある祖国の歴史を断じて汚さざるとともに、さらに栄えある帝国の明日を建設せんことを固く誓うものであります。顧みれば、我らは今日まで隠忍、議長との最大限を重ねたのでありますが、断じて屋敷を求めたものでなく、また敵の兄弟を恐れたものでもありません。ひたすら世界平和の維持と人類の惨禍の防止とを懇念したるに他なりません。しかも敵の挑戦を受け、祖国の生存と権威とが危うきに及びましては、決然立たざるを得ないのであります。当面の敵は物資の豊富を誇り、これによって世界の制覇を目指しておるのであります。この敵を粉砕、
東和不動の新基地の建設船のためには当然早期船たることを予想せねばなりません。これと同時に絶大の建設的努力を要すること言を要しません。かくて我らはあくまで最後の勝利が祖国日本にあることを確信し、いかなる困難も障害も克服して進まなければなりません。これこそ昭和の御民我らに課せられたる天与の試練であり、この試練を突破して後にこそ大東亜建設者としての栄誉を後世に担うことができるものであります。この時にあたり満州国および中華民国との一徳一心の関係、いよいよ厚く独自両国との盟約ますます形を加えつつあるを解禁とするものであります。帝国の流体東亜の後輩まさにこの一線にあり、一億国民が一切を挙げて国に報い国に準ずるの時は今であります。発行を家となす公募のもとにこの人中報告の大精神ある限り、英米といえども何ら恐るに足らないのであります。勝利は常にニーズのもとにありと確信いたすものであります。私はここに慎んで議長を開き、国民の富、大業欲産の天津を誓う代であります。終わり。